あ、ごめんなさい、トラじゃないや、メリだ。メリが内定行ってますね、同じルートで。もう一回行くかもしれないんで、気をつけてください、坂田さんと久保さん。うん、どうだろう、親方の方行くかな。テルさんが張ったところへんまに抜けるかな。多分テルさんのところに2頭行くと思います、犬が。テルさんが張ったところより下かもしれない。メリは遅れて同じように言ってますね。メリがまた鳴いてますか？
ネギさんより下ですか。ネギさんより下。
尾根上がってって今久保さんなんかのところへんだと思います。上だか久保さんの方かな。メリだけその辺いるんですよね、まだ。ひらりとトラはヒューム館って言ってたところの道の反対側にいますね、向こう側に。もう道の向こう側です。切ったのはてるさんが貼ってくれたところのちょっと下を切ってます。で、そのまま道の上を、道切った向こう側の上をずっと下ってってますね。今朝ヒューム管があってここの辺かって言ったところらへんの反対側にいます。もうだいぶスタンドの方に近くなっちゃいましたね。トラとヒラリが一緒です。メリーはこの距離なら呼んでこないですかね。物についてなければメリーは戻りそうですけど。ヒラリーはですね、スタンドの先の、道出ちゃいましたね。川の横の道にいます。ヒラリーもトラも一緒にいます。だスタンドのところは左に行って行けば道に2頭とも出てるはずです。でも2頭が離れてないからもしかしたら物についてるかもしれないですよ。そのまま物もいるんじゃないですか。あ、メリーは戻るかもしれないですね。ちょ、この呼びますね。おい！おい！
おーい。メリー、どんどん進んでいくから、鹿が、カバンの中行ったみたいですね。メリー！新井さん、いつものとこいるんですよね。そっちの方に行くかもしれないです。俺、メリー呼ぶに声出してたら上の方でバキバキ言って戻ってっちゃいました。メリーは近いとこいるんですけど戻んないですね。もしかしたら俺の上に来たやつについてるってあるのかな。でも泣いてはないんですよ。ああ、まだ全然尾根まで行ってないですね。坂田さんの近くにいるみたいです、メリーは。
新井さんそっちに行った、メスが1頭。新井さんの方、なんすか、ついてない。あ、来た来た、メリが来ました、泣きながら。100メーターぐらい後ろ追ってく。ね、ネギさん、ネギさんじゃない、関根さん、行くかもしれないです、メリがついてるのが。喋んない方がいいです。
トラは花輪のとこの沢の中にいます。でヒラリが交差点の真ん中にいる、スタンドの、入ってくトラと同じ方向行きますね。ただメリがまっすぐ下降りましたね。メリが今度は道の方にいます。みんな一緒になっちゃうかも。ドラは完全に中入りましたね。ヒラリだけまだ沢です。ただこのメリがお墓のとこぐらいまで行っちゃってます。ヒラリも上がり始めてますね。親方、トラが鳴いてる下で。
あんまり下下がんないから、佐賀さんと久保さんとこう上がってくるかもしれないですね。メリもメリじゃない、ヒラリもトラも下がってがないです、国道の方に。そっちはメリ、うん、まあ同じようなとこ行ってますね。で、テルさん、最初のとこ戻ってください、戻れるなら。じゃあテルさん戻れるなら戻って、最初のとこに。そうです、はいどうぞ。そうですね、同じとこ行っちゃってますね。
止めましたよ。一つ止めました。三つぐらい来た。で、新井さんの方にまだ3頭ぐらい行ってます。どっかで止まってんすか？一つは下転がっていったんですけど、上でバキバキ言ってるからちょっと見てみます。いや、根岸さんのとこ来たのが多分俺のとこ来たんじゃないかなと思うんですけど、
ないですね、一つ一つでした。今から下がります。根岸さんのとこにひらりとトラがいるはずです。何ですか？すいません、もう一回。潰れてますよ。そう、
だいぶ上です、通ったの。一番上通ってって、俺が潰したやつの前に多分3頭ぐらいいたと思うんで、それが行ってると思います。俺はだいぶ上の方です。親方、どうしますか？
ネギさん取れます？